こんにちは、川瀬直美です。ここ田塩家の武家屋敷はおよそ築300年、長屋門がそのまま今に伝わっています。長屋門は武家屋敷の入り口にあたりますが、田塩邸の場合はとても面白い構造をしています。外からは格子窓が2つ設けられているのがよくわかります。また門の両側には物見どころ、そしてさらに門を入ったところには監視窓付きの塀まであるんです。当時の田塩家の人々はとても用心深かったのでしょうか。入り口を何重にも警戒する珍しい構造になっていました。